ちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう僕に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ、行こう。かたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。そのまま泳げるぞ。の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには銀融詩人がたくさんいるから妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。
気をつけて進もう。できる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから、早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。うん、そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ。あ、ヒルチャール、逃がさないで。最近荒野の化け物が城に近づいてきてるの。
ウサギ伯爵出撃。でも、あんたも戦えるなんて思わなかった。シエ、ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ？こういう奴らは普通、都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近、風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都。セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン。モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ずいぶんと熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。嘘。